Nanda.知っていますか？
なんだ。こんにちは。言いますか。抜けられない愛の野球。ツルギの城主演。ドラマラブラビリンス。月曜夜9時に放送中。なんだ？これ知ってるか？
なんだい？なんだ？これ知ってるか？ドキ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 。翼、もう少し静かに。あ、あいつきくん。いけるか。うん、やってみる。こんにちは。デビルさん、お加減の方はいかがですか？今なら触れるかも。ですよね、そうですよね。こうなったら我慢比べだね。翼のやつ、猫と会話してる。ねえ、何あれ、ウケんだけど。あいつ痛くね？不思議ちゃん、変わった私が大好きです的な。写真撮ってネットに晒しちゃおっか。
何の騒ぎかと思って来てみたら、すごい集中力ね。周りの声や視線を一切気にしていない。あ、キリアさん。監督に高々一言言われたくらいで、普通はそこまでやる？バカみたい。そんな言い方しなくても、翼は真面目にやってるんです。そう、翼はやるのよ。バカみたいにがむしゃらに。普通じゃない存在を目指しているから。だからあの子は強い。化けるわよ翼は。私も負けてられないわね。相手が欲しがっているものを理解する。そして与えすぎない。だけど放っておかない。それが小悪魔力なのですね。掴んだみたいだな。うん、やったよ、いつきくん。するなんて翼らしい自由な考え方ね。これが正解なのかはわからないけど、でも私なりに掴んだ答えでぶつかってみるよ。その息よ翼。それにし、どうすれば男の人の心を動かせるのか私には全くわからなかったわ。そうだよね、シーダでもわからないんだもん。悩んじゃうよね。でも今の翼ならきっとうまくやれるはずよ。ありがとうシーダ。おうおうおう、いい感じいい感じ。 CM の反響もかなり良かったみたいだしな。そうだね、オチの方もな。15代目アムリタガール
白昼の貴公。いやさすがは翼ちゃん。それは言わないで。清純派だった翼ちゃんも男を惑わす小悪魔になっていっちゃうのか。そうなの？なりません。ならないよ。冗談だよ冗談。じゃあな。トーマくんね。あのね、イツキくん、私絶対に小悪魔になんかならないからね。小悪魔っていうか子犬？ちぎれんばかりに尻尾を振ってキャンキャン騒がしい、むしろ真逆の。そうかな。そりゃ確かに昔はちょっとだけ落ち着きなかったかもしれないけど、でも今の私はビバアムリタガールだからね。昔の私とは一味違うもん。しかしすごいよ、翼も今や一人前のアイドルなんだから。いつきくんのおかげだよ。私もっともっと頑張るから見ててね、いつきくん。